さて、続きをやっていくか。こいつらはまだ家作ってるよね。まあ家なんてそんな3日程度でできるような代物じゃねえからな。で、今土曜日の夜中に実況を撮っている。いや、腹減ったな。しかし、もう本当はもう腹減りすぎて、もう酒飲んでつまみ食べて宴しようかなと思ってたけど、まあ実況動画のストックを作っておきたいなっていう気持ちが勝って今撮ってるわけだが、うわ臭そう。え、さらに増えた。カービィとかのゲームでさ、こういう状況になの中で鶏何匹いるか探すみたいなゲームあるよな。なんかゴルドーか、ゴルドーの顔が10種類ぐらい、12、3種類ゴルドーがいて全員顔が違うんだよ。で、その顔が違うゴルドーはどれだみたいな感じのやつだとか、あとは色かな。黄色いゴルドーが4匹いて、青いゴルドーが6匹いて、赤いゴルドーが5匹いるみたいな感じで、黄色いゴルドーは何匹いましたかみたいな、そういう感じのクイズが星のカービィ3のゲームにあったと思うんだけど、あれ難しいよな。もう今だったらもうそういうのとか半ば諦めてるからさ、まあ、動画撮りながら、スマホで動画撮りながらやっちゃうよね。もうこういう文明の利器に頼れば頼るほど頭がバカになってくんだよな。悲しいよね。何匹いる ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、多分9匹いるな。あ、ちょ、はまった。どけや、お前ら。9匹。うん、俺今9っつったよな。1、2、3、4、5、6、7、8。で、これで9。10、11、12。マックスで多分12か。1日、毎日600円稼げるのはいいとして、もうお昼ぐらいだよな、時間が。コロボックルは、いや、でもなんかすれば出てくるとは思うんだよな。献上品っていうかさ、キノコ、そう、やろうとして、結局まだできてねえんだよ。今日何曜日だっけ？リアルの俺は今土曜日なんだけどさ、これ月曜日か。まあ、月曜日だったら、まあ、貢ぐか。まあ、キノコ持って、コロボックルに会えるかなと思ったけど、もしかしたら会えない可能性もあるし、そう考えたら無難に、あいついるよな。あいついなかったら、あ、オッケーオッケー、イブいるから、あの女に貢ぐためにケーキを買おう。500円程度で買えるんだから安いもんよな。で、買って、ケーキの後にハートマーク出るよな。これはやっぱプレゼントだからなのか、特定のアイテムっていうか話とかの後とかにもケーキかっこハートみたいなさ、あ、カッコはついてないけどハート出るよね。営業トークしかされねえな、悲しいわ。おいっすね。秋の景色ってなんだか好きなの。このガキとかさ、辛いことがなくなるの我慢強くなるだけ。いやー、でもキャラによる、と思うけどな。秋から冬の間うちって暇になるの、売るものなくなっちゃうからね。いや、春と夏で相当稼いでおかないと生活できなくなるよね。まあ漁師とかと一緒だよな。時期によって全く。うわ、お昼。この毒キノコあんじゃん。この毒キノコを持って、まあ今秋の時期だから時間たっぷりあるからさ、このタイミングで、まあ、他のキャラとかも仲良くしといた方がいいよな。イブ1回でも話しかけたらやっぱいなくなっちゃうっぽいから、このクソガキに、ういっす、え、ありがとう。まあ一応ちょっと喜んでくれるっぽいな。いや、大工も大工でいるのかね。今俺の家建ててるから大工も、もしかしたら家にいないかもしんないし。んで、まあとりあえず大工いる。あ、いるじゃん。親方だけいんのか。楽しみに待ってろよ。こいつは指示出すだけで実際には何もしない、そういう役割なんだろうな。
で毒キノコをこの釣り人とかにもプレゼントしたらすごい釣り竿みたいにさ、ありがとうありがとうしか言わないのか。でこれを食べずに、あーもう夕方になっちゃう。いやこれもうあれだな、コロボックル間に合わないな多分。コロボックル間に合わないから普通に、あ出荷しようと思ったけど、その出荷も多分間に合わねえな。これ持ったままさ、穴に入れるんだ。これお供え物とかさ、あダメか、ぐちゃってなっちゃうか。こっち側の下に絶対何かあると思うんだよな。間違えた。うーんでぶっ壊せないよな。ぶっ壊したりはできないか。あんまやりすぎると体力が減ってしまうからやんない方がいいよな。んで夜になったことだし、まあ例によっていつも通りあの酒場に行くか。あの酒場に行って、まあイブには昼間ケーキ渡してるけど夜でもちょっと休んだ方がいいんじゃねえかって心配になるよな、このこいつらの働き方24時間もう4日ぐらいぶっ通して働いてるわけでしょ。でこの毒キノコの方、毒キノコの方をもうそもそもイブ自体、まあ酒飲む店で働いてるわけだから酒は多分強いでしょ。まあだからこの毒キノコ渡しても普通にありがとうって言うだろう。まあ何せあのクソガキですら毒キノコ渡してありがとうとか言ってたからな、あの金髪マッシュヘアキノコみてえな頭してたあのクソガキ。うい、いやなんだと一人がいるのが苦手なのよ、山に木の実を取りに行くのよ。ああそうなんだ。これちなみにさ、こいつの苦手な魚とかもあるじゃん。魚分け与えたとしても嫌がらせみたいに言うのか。いや案はいいや。これ今ハート5だったけど、ハート6、あ違うハート6か、ハート5になったりしてるかな。1,2,3,4,5,6、 あれ増えてんじゃん。 1,2,3,4,5,6,7、 いつの間にかハート7になってるわ。いやこれだったらこれでいいわまあ別に1回くらいキノコあげたとしてもそこまで影響がないと。セリフもかまらんしな。でまああとは秋の、ん今日 何日っつった、4日、12日と20日にそれぞれお祭りあるから、そうだな、お祭りに向けてある程度お金貯めておいた方がいいよな。3,890でしょ。まあ卵を産ませ続ければまあ8日ぐらいあるよな。あと8日ぐらいあるから 550×8日でまあ4000円ぐらいの金になるから、そうすればね問題ないよね。ってことで寝るか。いやお腹空いてきたな。もうほんと酒飲んでつまみ食べるつもりだったからさ、涼しくなって、あ明日雨なんだ。いや雨でもあの大工たち働いてんのかな、まあ、とりあえず寝て、野犬出没したのかな、犬が鳴いてるってことは。あーいいな、俺も肉まん食いてえな。いやマンとか久しく食ってねえんだよな。あコンビニとか、あコンビニのマン高いから。おおどうした。見てくれ、立派な家だろ。名前はスーパー木の家だ。あんま変わってなくね？特製記念品の時計をサービスしておいたぞ。セレクトボタンで時間が分かるんだ。ああ、これはありがたい。ん？セレクトボタン。6時だ、今日も頑張ろう。はい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 、こんな風になるんだ。あ、これ？鶏生まれたっぽいな、11秒になってる。あ、まあ、セレクトボタンを押さないと時間は分かんないとかなのかな。ぱっと見家改築したけど、そんな改築されたかないよね。見た目があんまり。あで花も3本しか咲いてない。まあ、ちょいちょい増えてはいるんだろうけれども。で、あらよっと。で、ああちょ、まあこれか、鎌やろうとしたらちょうど逃げてくれるのいいよね。まあ、牛も身の危険を感じてやっぱ逃げてくれてるんだろう。まあ、前回のパートでも同じように間違えて切りつけそうになってたからな、危ないわ。あー
多分増えたんだろうな。11はいるんだろうな、今な。お前、邪魔くせえな。これだってここで作業してる間もさ、時間、ああ、7時でしょ？時間経過してるよな。多分9時か10時ぐらいになると思うぜ、この卵全部ぶち込んで、餌全部あげるっていう工程やってしまえば。いや、でも毎日550円稼げるんだったらさ、もう放牧自体、いや、放牧じゃないや、畑耕すこと自体やめてもいいのかもしれんわな。草だけ刈り取ってしまえばさ、あ、でもその草もあれか、ダメかもしんないんだよな。草が足りなくなる可能性もあるんだよ。今、秋だからさ、冬になったら牧草地多分なくなるでしょ。そうなったらまた同じように、春になって、いや、お前邪魔くせえな。包皮の術とか、覚えてくれればいいんだけどさ、桃太郎伝説みてえに、どうにかしたいよね。いやいやいや、ディフェンスすんな、こいつら。うえ。牧場物語2では、この辺、どうなんだろうな。緩和されたりとかしてんのかな。もうちょっと、やりやすくなってればいいんだけどさ。いや、でも、鶏こんだけ育ってたら、ああ、ちょっと、鶏をこんだけ育ってたら、もう、ちょっと、画面が、処理落ちみてえになってるじゃん。鶏をこんだけもう育ててたら、ほんと作物を育てる水まく時間がなくなるよな。何匹いんの ?1,2,3,4,5,6,7,8,9 あれだよ。あ、9匹しかいないの今。ん？餌何個ある ?1,2,3,4,5,6,7,8,9 いや多分餌足りてたわ。ひよこも鶏と同じようにカウントされてたってことか。なんか損した気分だな。7時。あ、あれ時間経過してない？もしかして。外にいるときだけしか時間経過しないのか？あ、いけた。やっちゃった。いけたけどもったいね。変な借り方した。こっちはもう全部あれなんだね。いけるんだね。うえ。で、一息ついて。いやー、お腹空いてきた。もうお腹空いてきたしか言えねえ。この辺はまだあるか。育ちきってないね。これ育ってんじゃない？オッケーオッケーオッケー。で、牧草の数、どんなもん？ 475。冬をしのげればまあ、オッケーなんだよな。冬までに600から700ぐらい貯めておかないと、牛や鶏の餌がなくなるから、どうしようもできないよな。で、こいつらはやっぱ、あ、もう10時か。早いもんだよ。やっぱ外で活動してたら時間減るね。で、鶏小屋はどうやら時間経過しないっぽいな。まあそう考えたら鶏が一番、まあ、コスパいいっていうか行動の制限を受けないで済むみたいなさ。あとこれ牛も、牛じゃない、馬か。馬もどっかのタイミングで手に入んのかな。まあもしかしてだけど、木材を採取して、ああ今お昼だね。これちょうどお昼になったってことでいいのか。はい、12時体力復活、はいはいはい。中にいるかな？さらに改築みたいのできんの？おいっす。よう天気が悪いと大変だな。そうだな。家の増築したいのか？はい。あー、なに？ 2 回以上増築できんの？あ、待って、でも俺お金4340円しかないから無理だな。で、雨だから、これといって、多分みんな家に、家っていうか外にほとんど人がいない。だろうから、まあせっかくだから小銭をちょいちょい稼いで、まあ早いとこイブと結婚したいよな。イブがある程度仕事してくれるんだったら楽だしね。夕方ぐらいになってきたか、これ。このちょっと危なさそうなキノコがいくらぐらいの値段の単価なのか。普通のキノコと比べて毒が入ってそうだから多少値段も安くなってんのかね。んで、ウイと出荷の人って5時か、そろそろ疲れたな。多分今もう出荷の人来たと思うから、で5時になってお店がオープンしてるだろうから、
あ、BGM もなくなったね。まあ、キノコをプレゼンツして、好感度を上げていくと。いやー、もうどんだけ言うんだっていう話だけど。いや、今回も今収録で2パート撮るつもりだからさ、いや、夕方の4時半ぐらいに1本撮って、で、そっからちょっと編集とかして、まあ、2本先に編集したんだよ、今日は。で、編集してから、今また撮ってるから、もう夜中よな。もうじき日付変わるぜ。ありがとう、美味しそうね。セリフはそこまで変わりはしないか。この酔っ払いとか、マスターとかにもキノコあげてけば、変わるのかな。それをね、ちょっと試してみたいなとは思ってたけど、毎回でもそれすんのめんどくせえからな。まあ、牧場物語は時間制限がないじゃん。夜中は時間制限ないから、バーの人たちっていうか、まあ、バーにいるお客さんとか、ああいうのとは、時間気にせず話することができるからさ。まあ、なんだろうな。あいつらと親交は深めることは可能っちゃ可能。他の活動できないのがきついわな。ああ。いやー、お腹すいた。お腹すいたしか言えねえもんな。いや、もともと今日酒飲むつもりで、つまみを買ってきたんだよ。つまみを4000円分ぐらい、まあ冷凍食品なんだけどさ、セブンイレブン行って、買ってきたんだよな。コナン見た後に。んで、さあ今日は晴れ。いや、家の改築の人たち来てるでしょ。提案で資材が足りねえじゃないか。おい、耳の穴かっぽしてよく聞きな。半端な仕事はしたくねえ。資材が足らなきゃ仕事はできねえな。この看板に書いてあるから用意しとけよ。じゃあな、そうだ。すっかり忘れてた。500? マジか。500必要なのか。いや、多いな、増えたね。で、牛に餌をあげて、ブラッシングして、オッケーオッケー、喜んでる。で、これでよし。そもそも売られてんのメスの牛しかいないよな。それでも子供を産めるって謎だよな。あー、もうこれ、乾燥したんじゃないか。鶏乾燥だわ。こっから先はもう、鶏が生まれたら、鶏を出荷するしかない。鶏1羽あたりの値段がどんぐらいの値段するのか、わからんけれども。いやー、お腹すいたな。いや、ほんと、これしか言えねえわ。まあ、冷凍食品のつまみを大量に買ってきて、酒もある程度ストックがあるから、いいんだけどさ。いや、本当にこれ時間経過してないのかね。不安になるよね、この辺ね。ああ、でも6時だ。今日も1日頑張ろうに、まだそのままってことは、まあ時間経過してないってことなんだろうな。そっか、家の改築の資材とか、そういうのをやっぱ秋の時期にやっておくみたいな。ああ、やっぱやっちゃった。これもったいないんだよな、ほんと。こういうのの積み重ねによって、鶏の餌がなくなって、卵をどうにかするみたいなことができなくなっちゃうんだよな。ほんと気をつけた方がいいわ。節草をしなきゃいけない。1、2、3、4、5、6、7、8。何引ける ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。9、9引けるんだな、今。ういと。あるよな、全部。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7。ん?ん?ん?待って待って待って。1、2、3、4。1、2、3、4、5、6、7、8。ああ、いや、いいんだ。んで、やっぱ時間経過しないから、ほんとこの時間だよ。この時間を使って、なんかした方が圧倒的にいい。いや、いいね、これ。枯れないよな。いいねはまだ枯れないから、先に、資材を集めよう。資材集めるから、斧。まあ、鎌はいいとして、まあ、斧だわな。斧用意して、まあ、この牧場にある、
こいつら、こいつらを、どんどん伐採。懐かしいなこの音。この拍子抜けする感じの音。これやっぱ使用頻度なのかな。使用頻度が増えれば増えるほどコロボックルたちのイベントが進むみたいなさ、そういう展開であってほしいよな。ここまで来たらもう今日はこの牧場にある木をひたすら切り続けるみたいな、そんな一日でいいんじゃないか。っていうか夜になったら温泉とさ、あれ行き来すればほぼ無限に集められるよな。あー、こっちにはないと。あれ意外とやっぱもうやり尽くした感あるのかな。うん、こっち側もう全部やったから、あともう牧場にあるのこの辺のやつしかないのかもしんない。あ、お昼、頭を草に乗っけた状態でのお昼。物持ちながら普通に昼飯食うの器用だよね。あー、でも今、あ、そっか、今体力回復したからな。昼飯食べて多少体力回復してから OKOK、 まだ疲労1段階目の状態、まあ、タオルで汗拭くぐらいの余裕がある疲れ具合で、この辺の雑草は捨て果てて、あの金髪のキノコ野郎に草プレゼントしたら喜ぶのかな。毒キノコプレゼントして喜んでたってことは、この辺の草とかプレゼントしても喜ぶ可能性普通にありえそうだよね。この今時間どんぐらいなの。あ、出荷忘れはないかな。一応一言メモみたいの出るんだね。ういで、これでまだあるな。今回久しぶりにあの声聞けるんじゃないか、あの出荷野郎の。あー、疲労溜まってるね。あー、400ゴールド。あれ卵こんなもんか。あー、フラフラ完全にグロッキー状態になってしまった。うーん、で、まだ家に、家っていうか、自分の敷地内に3つあるから、おー、コロボックルだ。え？井戸入れんの？井戸に入れるんだ。114。え、夜になったら毎回これ何？夕方時にコロボックル、井戸に入ってるんだ。こういうイベントあったんだ。いや、全く知らんよね。いや、全く知らんイベントを見ることができた。いや、たまたまだったけど、いてよかったわ。今のもなんか、フラグ必要だったんかね。特にフラグ必要ないけど、大丈夫だ、みたいな。そういう感じのイベントなのかわからんか。で、まあ、家にある木を割るのもいいかもしんないけど、まあ、ここにある木を割ってもいいよね。あー、でも途中で疲れてると、あ、しまった、これあれか、方向キーを入れちゃったらダメなんだ。んで、また入ってこの状態でもう右押しっぱなしにしちゃったら歩く判定になってやり直しになるっぽいわ。で、無駄に動いて、いや、今日中に500個いけるよな。これ普通に、この辺、伐採しまくれば500いくぜ。で、またふうふうと、一休さんみてえに一休み。で、しかもちょっと疲れたとしても、その場で一歩も動いてない判定になってるから、うん、秋の山なんもねえわ。一歩も動いてない判定になってれば、普通にまた木の枝を割ることができるっていうか、まあ、木の切り株を割ることができると。回数がそのまま継続されるっていうことを言いたいんだけど、まあ、途中で、まあ、2回ぐらい割って、動きちょっとフリーズすんじゃん。
だから1,2,3,4,5,6ってなるじゃん。で1,2,3,4で今4回ぶん殴ってあと2回でいいはず。はいはいはい、今のでキーを動かしてればアウトだったけど、そういう仕様ね。もう今まで仕様に関して微妙に理解していなかった部分があるから、まあ解決してよかったっちゅうことで、まあここら辺の資材をもう1000個ぐらいまで集めるわ。え、これ何？何かあるわけでもないのか。この赤いのさ、関係あんのかなと思ったけど、特に意味もないな。拾ったりすることもできないし。おっ、ラッキー、力の木の実を手に入れた。いや、いいな。こうやって黙々と作業してる時に出てくれるの嬉しいよね。あ、今ちょっと右キー押しちゃったからリセットされてんな。まあこれで体力が増えてるから。てか、あとあれどうなってんの時間。あ、6時もう帰ってねえよ。でももう6時からは完全に時止まってるからな。ザワールドをずっと使い続けてるみたいなさ、そういう感じになってるからありがたいよね。で一応キノコも食べて、さて引き続き伐採作業だ。また何か力の木の実とか出てきたら動画に残すみたいな形にしようか。おー、ウサギ。なんかいろいろとな、ちょいちょい何かしら起きてるよね。カットしてるけど。前あれ、オコジョみたいな動物出てきたよな。4月じゃない、春か。春の時期にオコジョ出てきたよな。そんな感じで、まあ秋には、まあウサギとか、そういう別の動物も、まあ季節が別にその関係してるとか、その辺はよくわかんないけど、別に秋がウサギのイメージってわけでもないし、あ、でもあれかな、お月見とかあるから、それもあってウサギが秋は出てくんのかな。いや、だとしたらおこちょの理由がよくわかんないんだけど。で、おじさんまたヘトヘトになってしまったから、とりあえずキノコ食べて、キノコ食べて回復したらさ、普通にこの、どれぐらい回復してんだろうね。あー、ダメ。ギリギリ妖怪1足りないみたいな、そういう感じになってるよな。で、この辺もさ、いや、やっぱ無理かな。いや、この下の方のやつ、俺昔、実況っていうかプライベートで、この牧場物語プレイした時にさ、下の方行けた気すんだよね。まあ、行けるんだろうけど、木の実とかも画面に映ってるってことは、多分行けるっちゅうことなんだけど、もうやり方とか全然覚えてないからな、プレイしたのが。もうかれこれ20年ぐらい前だからな。これ今気づいたんだけど、ここにもあるよね。この赤いやつ、もしかして、あれか？もみじとかかな？まあ、この辺の山から、まあ、今秋だからさ、紅葉の時期じゃん。それで枯葉が落ちて、赤いやつが落ちてるみたいな、そういうことなのかもしんないな。で、もう動画の尺的に、そろそろ、まあ、区切るほどの時間までは経過してないけれども、まあ、動画の撮影時間のことを考えると、1000個貯めるまでやんの相当厳しいぜ。で、ちょっともったいないな。あー、でもまあいっか。もう寝るか。まあでも300から400、そこまでいってないか。300以上は貯まったとは思うんだけどさ。いや、せっかく家が新しくなって、270か。まあ、ちょいちょいやってくしかねえのかな。悲しいね。で、明日も青空。いや、家の改築って最大で何回ぐらいできるんだろうな。で、また野犬が出ましたよと。まあ、野犬うんぬんはいいんだけど、コロボックルだよな、気になるのな。コロボックルがさ、あ、どうしたどうした、卵が欲しいの。あんだと思ったけど、あんじゃねえよな。ただのあのクソガキだよな。で、まあ、卵、
卵こじきしてるから卵あげるけどさ、これもし俺が鶏育てて、うわ最悪、俺が鶏を育ててなかったとしたらどうなるんだろうね。今のイベント起きなかったのかな。よし、で牛を磨き上げて、いやお腹空いてきたな。卵とかの話したらそりゃお腹も減るわな。うーんで、いやいっぱいんな、しかし、まあ、とりあえず分け与えに行くか。邪魔くせえな。これ養鶏場の中のところにやるのとさ、ここの出荷箱に入れるので値段変わったりとかしないかな。ありがとう、これ私が貯めたお金。それじゃあね。おお、なになになに、いやお金今いくらもらったのかわかんない。私が貯めたお金とか言ってたけどさ、多分10円か20円ぐらいしか食いたいんだろうな。まあでも村人にコビは売ってるかわいいよな。エンディングがさ、マルチエンディング好きだと思うんだけど、まあそれもあって、いやお腹すぎたな。それもあって、なるべく村人たちにコビ売っておいた方がいいエンディング歌えられるよみたいなさ、そういう仕事だと思うから。いやもうめっちゃくせよマジで。いやでもお金あれやな、今日の売り上げ50円少なくなってるな。あいつ多分50円食いたいだろうから、あめよ間違えて星草の方に卵積んであげるとだった。でなるべくなるべくおじさんの進行方向にニワトリがいない状態、これ今の状態まあまあ望ましいぞ。いやもうちょっと待ってよ、ちょっと食ってみるね。んーでニワトリ外で話したとしても夜勤にニワトリが食われる可能性があるみたいなこと言ってさ、この中で作業するには時間が経過しないから別にいいかって感じよね。何人いる、1,2,3,4,5,6,7,8 これで9。いやニワトリ重なってるかないんですけど、分からない。1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 多分10はいる、10はいるから1,2,3,4,5,6,7,8,9 でこれで、はい、全員で、でニワトリのケアは終わり。でこれで、あー待って、これ多分借り、待って、ま、間違えた、多分借り取れる状態にはなってる。であとこの井戸さ、入れないかな、入れないか。コロボックルが井戸の中に入ってたからさ、おじさんもワンチャンいけるかなみたいに思ったけど、そいつはできねえ相談だったのか。うい、いやいいね、音がいいよねやっぱね。左の方タイミングずれたか、あの状態になったのがいつだったのか全然覚えていないんだが。さあでコロボックルどうよ、昨日家に戻ってきたっていうか昨日戻ってきたの見たからさ、なんかイベント起きるかなみたいに思ったけれども、ダメか。まあしゃあないわな。とりあえずコロボックルイベントはまだ起きないから、で今何時、10時、お昼ね、お昼だけど、斧でこの辺、まあ今日も夕方ぐらいまでここで巻き割ったりとかしてれば時間経過して、ちょうど出荷の人来たぐらいだよな。出荷の人が来たぐらいの時でコロボックルが戻ってきたから、まあ、夕方くらいまでここら辺で今日は粘ることにしよう。あーで今起きるか。で夕方まで粘ることでもないのかもしれないけど、おじさんなかなか疲労が溜まってきてんだ。疲労コンパイル、あー鼻増えてんな。この秘密の方も何したらいいか分かんないよね。斧とかでさ、斧っていうよりもあれで刈り取って大丈夫なのか。秘密の方がどういう意味合いなのか分からんから、あんま迂闊に行動できないよね。はい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 。でその辺の雑草とかも捨てて、コロボック来ないかな。井戸の周りをこれで囲んだりしたらさ、コロボックル井戸に入れなくなるみたいなさ、そういう感じなんないか。ちょっと模様替えしようぜ牧場の。うえ、まあ、こんな感じにして A450 ゴールド。いやコロボックル来ねえな。もう5時だぜ。あー6時だ。え、俺がこれ道塞いじゃったせいでコロボックル来なくなったとかか。わ、それだったらちょっとやらかしたな。いや、ぴょんぴょんしてる場合じゃない。ポケモンみてえに。ポケモンの段差みたいに跳ねてる場合じゃないんだよ。
で、まあ一応酒場も行くか。いや、なんでコロボックル、いや、コロボックルもあれなのかな、あいつと同じ感じなのか。昨日の夜にさ、ウサギいたじゃん。ああ、あくびしてる。あくびしてたような感じで、あくびしてたやつみたいな感じで、あれだったのかな。いや、なんだっけ、ウサギか。昨日の夜現れたウサギみたいに、まあ、もしかしたら、たまたま画面に出てきただけで、話しかけたりとかそういうのはできなかったみたいな、そういう可能性ももしかしたら普通にありえそうだよね。で、まあまあ疲労してる。まあ、温泉一回入って、キノコを食べて HP も回復させて、で、そっから、イブのお家というかお店に行きゃいいか。多分そろそろ、ヘロヘロになるはず。ここのやつ2つおそらく割れはしないと思う。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。まあ一度ザパンして、もう一回出て、ザパンして出て、まあ、3回ぐらいすればほぼ全回復みたいになると思うから。ああ、そうでもないのか。もっと入り直さなきゃダメか。新人深さみたいのが足りないんだろうな、多分な。んーで、これでキノコを持って、あいつに、貢ぎに行こう。